から正しいチェストプレスのやり方を解説していきます。まずこれは、このシートにつける、背中ですね。このフォームが非常に重要になってきますので、しっかりと肩甲骨を、寄せた状態でシートに背中をつけていきます。この時背中にアーチができているようにします。で、肩甲骨寄せているので当然胸が、前に張っている状態になっています。胸筋を使っているのはこの辺に上げるときまでで、ここから後というのは腕と肩の力で上げてますので、この辺ぐらいまで全部伸ばしきる必要はありません。あと、効果的なのはこのハーフのストレッチポールですね。これをシートに置きます。これを使うと自然にアーチを描けるようになりますので、なかなかチェストプレスを使っても、腕と肩ばっかり効いて、胸の筋肉が鍛えられないという人は、しっかり肩甲骨を寄せた状態でベンチプレス、チェストプレスを行って、ハーフのストレッチポールがある人はこれを使って、やってみると効果が飛躍的に上がると思います。はい、では今からラットプルダウンのやり方を解説していきます。持つとこはこの一番広いところでもいいですし、ちょっと狭くした部分でもいいです。まず座って一番前まで詰めましょう。そして前に引く方法と後ろに引く方法とあるんですが、これは自分がやりやすい方で構いませんので、一番、間違うポイントとしては腕の力で単純に引いてしまうと、こうするとなかなか広背筋に刺激が行きにくいので、肩甲骨を寄せるということをイメージしながら行っていきます。下に引くんではなくて肩甲骨を寄せる。後ろもやってみます。この状態で肩甲骨を寄せることだけ考えて、下に引くという動作ではなくて肩甲骨で寄せる。あくまでも手は握るために使っているだけですね。全部肩甲骨でウエイトを引きます。以上のポイントに気をつけてトレーニングしてみてください。